ありのまま伝えるテレビ、しずだい TV。 早速私も行ってきます。あ、キャンパスは広くていろんな建物があるので、どこで何が行われているのかの事前のチェックは重要ですよ。先ほどあのソファークラフトを載せていただいたんですけれども、はい、あれはどんな仕組みで動いているんですか？はい、あちらは掃除機の排気を利用して、その吐き出しの力によってホバーを浮かせて人が乗っても大丈夫な浮力を得ております。最初子供用かと思ったんですけれども、あの大人とか、あと3人乗りとかもしてたじゃないですか。そうですね、大体大人でしたら3人ぐらいまでは対応できます。この機械は作るのにどれぐらいかかったんですか？そうですね、大体いろんな改造や変形を経て今の形になっているんですが、だいたい構想1ヶ月ぐらいを要して作っております。普段の研究室でもこういった、はい、こういう機械を作っていらっしゃるんですか？そうですね、空気、流れ、そういったところを、応用したような研究を行っておりますので、こういった、空気を利用したようなものは、常に研究で行っております。なんか浮いてる感じがすごいあった、うん、UFO みたいな感じ、ふわふわして面白かったです。なんか見た目よりも結構速くてちょっと楽しかったですね。すごいテンション上がっちゃいました。機械工学専攻、工学研究科機械工学専攻の小野裕太です。これはあのただの箱なんですか？そうですね、ただの箱、もう本当にこのベニヤ板なんですけど、それで箱の形を作ってちょっとまあ補強をしたりして、でそれでまあ作ったっていうような感じです。すごいなんか煙みたいのが出てきたんですけど、はい、それはあれは何ですか？あれは、まあ一言で言うと空気ですね。で空気がの流れっていうのを煙で見やすくしている、可視化しているっていうような形なんですけれども。普段はどんな研究されているんですか？普段ですか、航空機の姿勢制御に関する、まあ、研究やってるんですけど、簡単に言うと、まあ、横からちょっとあのジェットを吹いて、それで姿勢をあの安定するように制御するというふうな研究をしています。はい、この空気砲は、はい、この普段の研究になんかつながりがあったりはしますか？そうですね、基本的になんか僕たちの研究室はあの流体力学といって流れに関する、まあ、研究をやっているので、これの打ったあの空気砲というのが、まあ、どういうふうな流れであの向こうまで行くのかとか、最終的にその輪ができたと思うんですけども、その輪がどういうふうな構造になっているのかというのを、いろいろな、まあ、調べたりとかもするので関係があると思います。